どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、スラップ訴訟って何？その2です。オチとしては、日本も早くスラップ訴訟を防ぐ法整備を整えないとまずいというところなんです。前回、スラップ訴訟の定義などに関する動画を投稿しました。今回は日本で起きた別のスラップ訴訟の例と、アメリカのスラップ訴訟に対する取り組みを話していきます。スラップ訴訟に関する分かりやすい例としては、橋本徹氏とジャーナリストの岩上康美氏のケースです。この件については2017年10月に岩上氏がツイッターのタイムラインで目についたツイートを一度リツイートしたことで、橋本氏から名誉毀損で訴えられました。この件については去年2019年9月に大阪地裁で名誉毀損が認められました。それによって岩上氏は橋本氏に33万円の支払いを命じられたんです。この件だけでもなかなかなものがあるんですけれども、おととい2020年6月23日にも産経の記事で興味深い裁判がありました。この裁判については、日産自動車の従業員の男性と不倫関係にあった元部下の女性が性行為を強要されたという虚偽申告をしたために、男性が日産自動車を懲戒解雇されたんです。この件について、男性の妻が女性に計1000万円の損害賠償を求めた訴訟になるんです。この件については2016年1月に女性が日産に被害を申告して、夫である男性が懲戒解雇処分、その後夫が雇用継続を求めて提訴し、横浜地裁は2018年3月に解雇無効の判決を出しました。そして東京高裁が日産の控訴を下げて刑が確定し、夫は復職しました。その後に妻が女性に対して行った1000万円の損害賠償の訴訟においては、東京地裁は2020年6月23日に不倫の慰謝料と合わせて120万円の支払いを命じたんです。これらの例を見ていると、立場の強い者が弱い者を訴えるスラップ訴訟に対する取り組みがなされているのかという疑問が出てきます。海外の場合ではどうなのかというと、1980年代からアメリカでスラップ訴訟の原型となる概念が出始めたんです。そして1990年代以降からスラップ訴訟の裁判が出始めています。ここからスラップ訴訟を防ぐために2000年前後に反スラップ法が作られ始め、現在ではアメリカ南部を中心に反スラップ法が適用されています。この反スラップ法は、訴訟中にスラップ訴訟だと認められた場合、訴訟として除外され、原告側にペナルティが課されます。こういった経緯などを見ていると、日本の場合は反スラップ法の法整備が整っているとはとても言い難いです。最近は前回と今回で取り上げた通り、スラップ訴訟が増えてきています。ですから、反スラップ法の法整備をした方がよろしいんじゃないかと自分は思う次第なんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。